どうもサイクリスト観察です。さっきのね、さっきの1分走からまあ3、4分ほど休憩したんで、もう1本行こうと思うんですけども、次はですね、前半でできるだけ出力を上げて突っ込んでいって、そのまま耐えるという感じで走っていきたいなと思っております。またしてもね、背中のポケットに入れるだけですから、走ってる時はゴソゴソしか言いませんけれども、頂上でまたね、即時にデータ開示していきたいと思いますので、ではお楽しみに。行ってきます。あのね、開始30秒ぐらいでもう垂れてしまいまして、680ぐらいで踏んでたんですけど、もうすぐ垂れてしまって、あと30秒頑張ったんですけど、残り10秒ぐらいでもう足が止まってしまいまして、結果としてはですね、NP で、危ねえ、NP で、480、AP で420ということで、大幅に落ちてしまいました。2本目ということもあると思うんですけども、ちょっと、出力しすぎた。でもこれね、分かったことは、インターバル耐性はないですね。弱い。ちょっともう足がプルプルしてますんで、次やろうかな、どうしようかな、ちょっと考えますんで、乞うご期待。